いやー、お寿司さん。何ですかやってるね。何を、ですかだいぶやってんじゃん。いや、やってないですけど、別に。いや、先週ね、あの、貴重な棒を持つ猫っさ話してさ、もう、お寿司さんが結構もう話が進んでるってこそうですよ、そうですよ。もう100は超えてるんですから、ちょっと、改めてちょっとね、読み直したら、いい、素晴らしい。めちゃめちゃやってるじゃん。やってるってどういうこと何 こんなやってんなら教えてよな。<laughs> やってるってじゃ、意味がわかんないっすよ。いや、伏線。あ、伏線ね。もう伏線がすごくてさ、もうとにかく。伏線見ましたすごいやってんすよ、この人。伏線師 <laughs> 伏線師2級ですから、僕。伏線師2級。低いな、だ <laughs> まだ9だいや、5級からあるんで、結構上の方です。いや、もう、まずね。はいはい まず1月8日ですよ月月日日の貴重な棒を持つ猫なんですけどあのね猫がなんか棒を振り回す回があるんですけど、はいはい、雲が、ね、棒に落ちて,きてそう棒の上に雲がちょんって乗って猫がそれを嫌がって棒を振るとブォーンっていうんかよくわかんないんだけどそのねすっごいこう風が吹くんですよね。そそそそう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  はいやりましたはいやりましたこれ <laughs> あここ伏線っていうふうに把握してるんですねこれだから棒に何かさ特別な力があるっていうことがんなんとなく示されてるでしょ、うん、はい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 でさらに14日なんですよ1月14日ですね 1>, 1月14日の回でなんか科学者の補佐っていうのが急に出てきてさ、はい、でこいつがなんかね、うん、意味深なことを言うんですよ わずかだけど電気が流れてるみたいだなとおいいところに目をつけたなあ、うんうん、大量の電気を浴びたか何かみたいな感じでこれも棒にやっぱ何か隠されてるっていうねことを表してるわけですよなるほどそ,、ね、そういう見立てだ,、はいはい、うんだこれだからやっぱ棒に秘密があるっていうことをねうん、うん やり始めちゃったんですよね、<laughs> これね。ああ、嬉しいですね。なんかそういう見方。いいですよこれが、ちょっとまだ、何の力が棒にあるのか、わかんないんですけど。うんうん、あとさ、うん、こう秘密結社出てきたり。秘密結社持つ者たちね。はいはい。持つ者たちなんですよ。はいはい。だから、この貴重な棒を欲しがってる。結社がもう存在してるんですよね。そうなんですよ。うんうん。そう。 あのーまあ、この「秘密結社は」は1月11日か1月11日ですよ 1>, 1月11日に秘密結社を持つ者たちがいてこの猫の貴重な棒を狙ってるとそうなのもうはっきり言ってますからねはっきりもうゴッド所持さんゴッド所持これをねだから本当に誰が興味持ってんだっていうところなんだよね <laughs>、あのー、悪役がもう出てきてるんですよねそうなんですよだか,かなりこの棒を巡る話が 始まりそうな感じになってるじゃないですか。そうなんですよ。皆さん、皆さん、読んでない人たち、そうやって広がってるんですよ、世界が今。あと、この書っていうのがすごいよね、これ。これはもう大変なことをやろうとしますよ、皆さん。何ですか、何ですか、ね書士様ね。はいはい、書士様。所持様が作った、この、持つものたちっていう。これだから、もうあれじゃないですか、僕が大好きな、資本主義の話じゃないですか、これ。 <笑><笑>ちょっと待って私資本主義の話な資本主義ですよこれだから <laughs> あのー、だから資本主義っていうのはまず所有するっていうところから始まってるんですよこれを描いてますよね完全に <laughs> 完全にだからこれ資本主義をだ貴重な棒っていうのがまず何を意味するかっていうと多分これは人間性とかそういうものを意味してるんだろうなっていう人間性なるほどもう人が 持っはいはいはいお金に換えられないような何か力みたいなのが多分貴重な棒っていうことなんでしょう。なるほどで持つ者たちは多分それを奪おうとするんですよ。資本主義もやっぱそうやって始まったんですよ。資本主義が土地っていうものを所持するようになってで土地を奪われた農民たちが。 あの、労働力を、うん。ざるを得なくなったっていうところから、この資本主義社会っていうのを始ったんで、うん。なるほど。これをだからね、表してるんじゃないかな。おー。あの、前回の YouTube でも、はい、あの、コメントにあったんだけど、はい。あの、陰謀論に片足突っ込んでるっていう、あの、コメントありますよ。ますよまあ、何も分かってない。<laughs> 陰謀論とかじゃないから、社会の、 そういういいい仕仕組組みみの話をしてるわけです、はい、陰謀とかじゃない別に <laughs> 仕組みねそ,のそれが陰謀とは言って陰謀っていうよりはもう、うん、あのオープンにされてるものだから完全にまあオープンだけどねいやもう陰謀論とかじゃないよ、<laughs> 俺が言ってるけど <laughs>、まあ、これをこれを陰謀論とか言い始めたら <laughs> 逆に恐ろしいこんな。<laughs> <laughs> いやまあ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 。僕,僕が言ってるのはそう、今まで資本主義が追ってなかった新しい価値がこれから大事になるんじゃないですかってことを言ってるだけで、<laughs> でうん、それが陰謀とか全く関係ないんで、これを陰謀論と捉えてる人は逆に怖いです。わ <laughs> かります。あの、わかります。逆にやばい。 オーラが陰謀論で多分。<laughs> <から S 2> <laughs> オーラなの話陰謀論っていうのはそのさ、<う>あれでしょう選挙が不正に行われてみたいな。そう,そうそうそう。あの、奪われたみたいな。そうそう。 権力が奪われたみたいなことを陰謀論っていうわけじゃないですか。不要、不要層が、この、貧困層から、あ,あ,あの、はい,はい、いろいろ、あやつ、貧困層操ってるっていう。ああはいはい、あやつってるんじゃないか、みたいなねそうそう。で、要はそこにちょっとなりか、なりかけの話だいやいや、僕はそんなことは思ってその、資本主義のいいところもあるっていうい <laughs>、うん、まあまあ、資本努力した人が報われるっていうのがすごくいいところ。<笑><笑>まあこの世界のもうあ、あ,あ,ありようを、 そのまま言ってるだけってことでしょそうなんですよで。でもその努力が報われすぎてもいけないんですよ。なるほどね。そうするとその、初めからさ、ノーチャンスみたいな層が生まれちゃうじゃないですか。その、強いものが強すぎたら、よくないよっていう話をしてるだけなんで、それは全く陰謀でも何でもない。<laughs> 誰の陰謀なんて。<laughs> <laughs> いや、わかんない。その言い方、陰謀論じゃないっていう言い方がもうすごい陰謀論者っぽいです。貴重な、棒持つ猫もでも資本主義の、完全にそうだなと思いましたこれはね、所持、<ー>所持が強すぎてるっていう多分ことでもわかんないな。こいつらもちょっと怪しいもんね。ボロボロのビルにさ。こいつらも全然金持ってない。た <laughs>。そうそうそう,そう。そうなんですよ。だからそれはまだね、 明かされてないですけどから意外とこの「ゴッド所持様」っていうのはなんとなくすごい金持ちの悪役みたいなのを想起させるけどなんか割としょうもないおっさんなんじゃないかなみたいな感じとかもね出てますけどただ結構もう伏線がもうバチバチに張られてるんでだから多分この貴重な棒を持つ猫っていうのは。 だからその貴重さっていうのがその現代の数とかお金とかに変えられない価値を表してるから、うん、それをそれぞれの貴重な棒を持っていこうみたいな。 なんか、もうふわっとした結末で終わるんじゃねえか <laughs> <最後>。<laughs> なんでそんな、<laughs> ちょっと嫌な言いようなんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> やっぱ大事だね。<laughs> 大事。<laughs> <laughs> まあなんかそういう方に進んでるのかな。なるほどね、そういう見立てで。<laughs> <laughs> いやー、いい楽しいですね。俺の書いたものをこう考察してやがるやつがいるっていうのがね。<laughs> <laughs> あと、でもなんか思ったのはね、結構サブキャラが豊富になってきてる。そうなんですよ、もうサブキャラ。どん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 サブキャラが出てきてる。そうなんですよ。把握してない人いっぱいいると思うんですよ。これプラス、だから、貴重な棒のパワー。はいはいはい。これ何を、僕、想起したかっていうと、牛音トラなんです。ああ、なるほど。貴重な棒って言っ獣の槍で、なるほどね。で、牛音トラもサブキャラめちゃくちゃ出てきでそうですよね。で、最後、うん。 あれですよ、うん、最終決戦最終決戦システムです少年漫画が大好きで早くたちがどんどん集まってきて<ー>ちょっといい場面を作っていみたいな感じのやつ <laughs> あそれ、ね、これお寿司さんこれをやりたいんじゃないかなってちょっとね最終決戦ですよね。 貴重な棒を持つ猫が向かう先は,はい、はい、ゴッド所持とのああだゴッド所持が白面のものもですよね, <laughs> そ,すよねそれとの最終決戦をやりたいんじゃないかみたいな <laughs> な,、ね、なんかすごいこう大きいものに接続していこうっていう感じが今出てますよねああらしい見方ですねそれはもう,う,そう徐々にこうなり対局に流されていくというかねうすごい大きな物語につながっていきそうな気配 そうなんですよ、皆さん。がするんですそして、なんとね。あの、この、ありッちゃりスパークが、アップされる今日ですよ。二2月8日ですよね、こ今日は。今日の更新、棒猫の更新。これとんでもないことが起こりますわ。とんでもないことが起こるのとんでもないことというか、あの、ちょっと、なんていうんですかね。かなり、ターニングポイントというか、 キーになる。あ<お>、!4 コマ。マジで今日はと、はい、今日はある今日です。はい。え、なんだろう。やっぱりあのご主人がなんか行方がわかるのか。ほう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 。でもそうだよね。あのご主人がなんでいなくなったのかも謎なんだよね。あの<ん>そういうことか。ほう、なんですか <laughs> そういうことか。なに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 いなくなったご主人とこの今姿を表してないゴッド所持様。はいはい。 ここ繋がるね。<laughs> なるほど。あここ繋がるね。そういう見方。あご主人がゴッド所持だったっていうこと <laughs> ああ<ー>。ね、なる、それはもうちょっと今日確かめてください。はい。これは来るね。だいぶ。これでちょっと、あ,うんあ、ちょっと読もうかなっていう人を増やしたい。<laughs> <laughs> あの、なんか新しくさ、うん、こう。 途中から入ってくるのは結構難しい。じゃあ難しいんで、あ,<ー>あ、なんかそういう話だったら読んでみようかな、みたいな感じになってくれるといいな。いや、でも本当に、はい、あの、うん、資本主義の終わりにふさわしい物語が今から紡がれようとしてると思うんで、<笑><笑>今日何回も、ね。なんかその変な、変なテーマつけるのやめてくんないから。いや、もうかなり政治色強いですね。政治色出したくないになっていくと。ない。 <laughs> 猫と政治ってほんかやっぱあんま良くないと思うんだな相性が <laughs> 本当お寿司さんのゴリゴリの思想がこれから出てくると思いますので <laughs> そこもちょっと注目してくださいじゃあ <laughs> あれ俺リツイートしちゃったけど良かったのかな嫌 <laughs> だやだ <laughs> そういう感じになるじゃん,なんかれこれ俺分かんないけどもしかしたら変なテーマ <laughs> もしかしたらちょっと変なやつリツイートしちゃったのかみたいな<笑><笑>そう思うじゃないダメだよそれは <laughs> かわいい,い、ね、リツイートでいいんですよ、それ。あの、どんどんね、うんうん、本当に進んでいくと面白いんで、今日の更新でまたね、一個進むらしいんで。そうそう、皆さんぜひ見てください。皆さんご注目をということで、はいえー、今週も行きましょう行きましょうありっちゃありスパースパー,スパー <laughs> ああれ見たことりますドラえもんの「南極カチカチ大冒険」っていう映画あるよねまあんかドラえもんの映画のね劇場版の新作ですよね新作だかちょっと前だか忘れましたけどあれ最近見たんですよあそうなのえ子供がちょっと最近ドラえもんの映画にハマっててで見たんあ結構面白くて。 南極行ってどうせ冒険するんでしょみたいに思ったでしょああ。確かにそうなんじゃないそうなんだけど、それだけじゃなくて、実はなんかすごいね、タイムスリップするんですよ。え南極なのにタイムスリップするんですかそうこれ、10万年前の話なの。あ、そうなんだ。そうなんですよ。昔の話なの昔の話なんですよ。へえ。ー。実は。南極に行って、うん。 行った後、そこで10万年前にタイムスリップしてからの話なの、うん。え、何な,なんでなんでだっけ南極の10万年前行ってどうする <laughs> どうすんだよと思うでしょ、うん、だからね、最初に南極行って、すごい氷を自由に扱える、うん、なんかコテみたいので、のび太とあのドラえもんが遊園地作るんですよ。なるほどね。この遊園地めっちゃすごいんだけど、うん、ただのコテなのに、 めちゃくちゃすごい遊園地作ってのび太とドラえもん才能えぐいなっていうここまでびっくりするのび太全然下手れじゃないじゃんっていうねまあそれはいいんだけどそれ作っててで氷の中に穴開けてっていろいろと部屋とか作ったりしてたあああるよねそういうありがちでしょこれドラえもんうんそしたらその中に指輪みたいな指輪よりもでっかいな首首輪 ぐらいの,大きさの,のリングを発見するです。うん、で、これ、あれなんだこれはってのび太持って帰る。で、その氷の年代ってのを測るまた機械があってあ。すごいの持ってるね。そうそうすごいの持ってるドライもンやっぱり。で、それで氷の年代を測ったら、うん、これ10万年前に凍ったリングだっていう話になる。<え>10万年前に南極に人なんか住んでないそうなんですよ。え、なんでって。 そこにそんな人造物が落ちてるなんてありえない、ね、そ,うなそうそうだ不思議だっつってあ<ー>10万年前に旅立つえそこで何かが起こったってこと ?10 万年前にねめちゃくちゃ科学を持ったやつらがいたんですよあ文明があったってこと これもさ、あの、ネタバレしちゃうんで、聞きたくない人はちょっと、いいでし C で、C でお願いしますなんだけど。南極かっちこっちはいいでしょ、まあまあ、親もさ、子供と一緒に楽しみたいてるから、うと思う。そうそうそう。ちょっとじゃあ、の、南極のネタバレしたくない人はもう。そうそう。まあちょっとね、今からネタバレしちゃうんですけど、あの、10万年前行ったら、すごい科学を持ってるやつがいた。あ、そう。 南極大陸あたり。南極大陸でわざわざ住むんだ、でも <laughs>。もっと南極大陸の氷の下、下にいる。あ、地底ってこと地、地底。へえ<ー>。<laughs> うん、ちょっとなんかね、あの、あやふやでは違うよって思ってる人いるかもしれないけど、うん、確か地底だったと思うんだけど。うん、<そ>南極大陸の下に人が住んでた。そうで。で、その人たちは、実は宇宙から来た人なんです、うん、<laughs> おすごい、ね、要するにスケール。そうそう、すごいスケールがめちゃくちゃでかい話で、 で地球の未来人以上の科学を持ってるような奴らが、うん、自分の星が、はい、氷河氷河星っていう。氷河氷河星。氷河氷河星あれじゃん。荒野荒野星の、ちょっと近いみたいな感じ,じゃん何荒野荒野星って。荒野荒野星ってあの、伸び太の宇宙開拓誌で出てきた。あ、そうなんだ。星が荒野荒野星なんですよ。あの、あギラーミンがいた星た。おー、あ、それとなんかもしかしたら、あれ似てんのかもしれないですけど、ね 評価評価制、ね。評価評価制にはギラー、ギラージンギラードンギラーミン。ギラーミンそれで言われなくて、うん、ブリザーガがいるんですよ。<laughs> もうさ、<laughs> おかしいって、<laughs> すごいね。もうさ、<の>地球の文明ありきの名前だからね。確か,確かに、確かに。いや、でもこれあの、翻訳こんにゃくで話してるから、 向こうで言う、そういうことですよね。そうそうそう。向こうは、なんて言葉だか知らないですけど、日本語ではブリザー日本語ではそういう、氷っぽいですよ。氷っぽい。スを入れた言葉なんだろうね、多分。そう。それがね、あの、地球、星を全部凍らしちゃうっていうめっちゃ強いやつ。そいつを止めたいって言って、その、地球にやってきた人なんですよ。で、どうやらそのリングが、 はい。そのブリザーガを止める、あのー、はい、キーとなってる。ああ、そうなんだ。いや、でもそれ埋まっちゃってたってことそれを10万年前に落っこぼしちゃったのね。海の中に。はい,は,いは,いはい、はい、はい。で、それが10万年後に伸びたたちが発見する。凍,<え>凍った状態で。じゃあさ、10万年前の戦いは、<laughs> もうじゃあ止めらんなかったの、ブリザーガを。指輪がないから。そうだよね。その、そうなるよね。でもう負けちゃったんだ、氷河氷河星の形はそ。そうだね。 負けちゃった時代から、ああ未来から、のび太たちがやってくることによって、ってて時が変わり始めた。だから、リングさえあれば、星に戻って、戻れる。そう。で、倒す。で、そしてそこで暮らす。はい、これはもう地球にとってもウィンウィンな。はい、ウィンウィンなんですかお前 <laughs> だって、そう、氷河氷河星。氷河,星氷河氷河星が地球を支配したりしないのそれ。いやいや、氷河氷河星人めっちゃいい人なんですよ。 本当にほんとほんと、もう、ボム、ボム、ボムプリンっていう、プリンの味した、食べると爆発するプリンとかを食べるぐらい愉快な。めちゃめちゃいいやつらじゃん。でしょそんなのもう人生を楽しんでない。なのそうですよ。鼻からボーって煙が出て、美味しそうな顔してるんだよ。すごいことするね。何にも氷とも関係ない。関係ない。関係ないんだけど。で 結局、大成功、倒せるわけですよ。ブリザーが倒した。ブリザーが倒す。へえ。で、あ、ブリザーがって地球にもね、いたの、実は。あ、地球にもいた地球にもいたんですよ。で、それを倒して。危なかった。危なかった。で、あぶ、倒して、で、他のリングも無事見つけて。見つけて。で、まあ、これで、うちの星も助かるわ。ありがとうってじゃもう大断言じゃないですか。そうですよ。で、帰ってくわけです。で、こっからが俺ね、一番感動しちゃったの。えもう終わりでしょ終わりだと思うじゃん。うん。 で、十万年後に帰ってくるわけですよ、のび太た,たちはね。そうですね。うん。で、あ,あ、よかったね、つって。うん、で、ドラえもんが最後夜になってね、うん。おもむろに天体望遠鏡を出すんですよ。はいはいはい。で、氷河氷河星を除く。そうそう、氷河氷河星を除くわけですあ<ー>で、これがね、うん。氷河氷河星っていうのは距離が、うん。地球から十万光年離れてるんですよ。十、うん、万、えちょうどつくちょうど、十万光年離れてる。<laughs> 10万年前の、その氷河氷河性の人たちとのやりとりが、うん、うん。そうなんです。あれか。そういうことか。そうなんです。ああ。分かったでしょう。その、うん、10万年前の光が見えるわけですよ。うん、天体を、ね、見るわね。でね。そう。で、見てたら、うん、なんとその星が凍ってたのに、うん、だんだん氷が溶けてくる。 その、氷河氷河性のブリザード倒したところは見てないんですよ、のび太たちは。あ,うん、あ、そうなんだ。倒しに行くっつって分かれたわけだから。あ、そこで終わってたんだ。そうそうそう。はい,はいはい。で、倒したかなって心配になってたら、天体望遠鏡見てたら、<あ>なんと星がどん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 緑色に溶けていくんですよ。倒したんだ。そう。うん。これがさ、俺めっちゃ感動しちゃって、<laughs> そこで。ああ、でもおしゃれですね、そし,おしゃれじゃん。 ロマンチックなのよ、すごい。藤子先生が好きそうな好きそう。そうそう。あの、要するにそのさ、今の時間軸には実はもう10万年前だから、あの子たちはもう生きてないわけいないですよね。そうそう。でもね。だけど、光が今なって届いて知るっていうのって、なんかすっごいロマンチックだなと思って。すごいね。俺それで、あの、感動しちゃって、 あの、妻にこの感動伝えようと思って、うんうん、妻見てなかったんで、うん、教えてたら俺歓喜余っちゃって、喋、うん、<laughs> れなくなっちゃって、途中で。<laughs> こ,のこの話2回目だから俺今話せてんだけど、うんうん、もう1回目の時は、<laughs> あ,あの,あの10 10、10万年前のっていう <laughs>。 いや、確かに感動的な話ですよねそう、すごい、ちょっと感極まっちゃったというかね。はぁ。いやだからすごいね、見た方がいいんですよ。南極カチカチ大冒険。いや、いいね。もう今聞いちゃったから。全部聞いちゃったから。この話でいいかと思ったけど。いい話ですね。そうなんだよ、最後がね。やっぱ俺たちってそういうの好きなのかもな。今はいない人たちみたいな。あ、そう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 。 今はいない人たちがこうなんか紡いでくれた何かを後になって感じるみたいなのがすごいなんか本能的に好きなんだろうねそういうそうなんですよ<ー>多分なん,なんてなんでだろうねうんこういうやっぱ僕たちつながりがなんか好きなんですよねああなるほどね 歴史とかもそうだけどさ、なんか前の時代の人たちがすごい頑張ったから、今俺たちがいるんだな、みたいなことが多分ね、めちゃくちゃ好きなんですよ。<分>そうかもね。そうですよ。あ、あとね、ドラえもんの話でも言わしたんだけど、はい、ドラえもんのね、一巻がうちにあって、うん、あ、一巻ね、あの、うん、細いドラえもんのやつだ。そうそう、テントウムシコミックの最初の、うんあれも、あれが最初なんかちょっとわかんないけど、ま、あ一巻があって、うん で、それで一番最初読んでみたら、そういえばさ、あの、のび太って、ジャイコと結婚するはずだったけど、あ、そうですよね。で、でしょで、静香ちゃんと結婚するってことに、あ、そうそうそう。変わったじゃん。そういう未来だったもんね。そうそう、それを未来があまりにかわいそうだからつって、セワシ君とかドラえもんがやってきて、で、ちょっとさ、なんか今になって、 読むとちょっと、うん、ジャイコのさ、立場になるとあんまりじゃないか、ね、これあんまりにもひどいの、やば <laughs> いそうすぎるだろうっていうね。ちょっとジャイコさ、ジャイアンの弟になるっていうのがね、ちょっと嫌かもしれないけど。まあそ、親戚になっちゃうもんね、うん <laughs> うん。すごいもん、ジャイアンって。<laughs> ジャイアンはもう、横暴中の横暴だからね。うん、ちょっと一発殴らせろって。<laughs> そんな理由で人を殴ったらだめだろって最高 <laughs> パスだろ、まあ、<laughs> そうですよだからやっぱその妹はちょっと受け付けないっていうのはう、うんまあ、避けたいいなっていうのはね、うん、の気持ちはわかるんだけどなんかそんなにまでしてだってジャイ子自身そんな悪い子じゃないじゃないですかそうなんだよねだデザインセンスめちゃくちゃあるからねジャイ子漫画家だもんね漫画家だしうん、うん おしゃれな感性持ってるそうだよだってねあのベレー帽かぶってんだからもうあの年で,でもジャイアンの妹だからなんかみたいなね <laughs> そうですよね <laughs> そ,うそれがかわいそうっていうのもあるんだけど、うん、でもさジャイ子と結婚しちゃったら、うん、世話し生まれないじゃんって思,思わないですかえっ世話し君ってうんのび太の子孫あっそうだねのの孫の孫えジャイ子だとしても世話しはいたってこと もともとジャイ子だったから生まれたやつが世話しだったんですよ。えじゃあ静香ちゃんと結婚したら世話しくいないじゃん。そうでしょうん。これ大いなる矛盾じゃないですか。そうだよ。で、そのことを一切考えてなかった <laughs> あれ<の>え、これタイムパラドックスじゃん。かなりそうなんですよ。パラドックス、だから、パラレルワールドになっちゃってるっていう感じなんだけど。そうだよね。 俺、それ考えたこともなくって、うん、もう、子供の頃から見てるから、そういうもんだと思って見てたけど、一、うんうん、巻にその理由がか、ちゃんと書いてあったんですよ。うん、知ってますその理由。えー、そうだったんだ。ジャイコの子孫だったんだ。うん、そうだよ、ね。だって、ジャイコと結婚してる写真とか持ってきて、これが君の未来だっつって見せて、うん、そんなの嫌だろっつって。うん、それで静かちゃんになっちゃったの、今。静かちゃんになったんですよえせわしくは、じゃあ、 自分を殺してくれって、そう言ってたってこと <laughs> そ,うそうなっちゃうね。怖っで。これもしかしたら違う勘でも、ちゃんと、あの、うん、説明してるのかもしれないですけど、な、なんなんだろうね、この構造は。これ、だからもしかすると、うん、1>, 1巻一では書いてなかったんだけど、うん、あの、そうやって言って、ジャイコって結婚するよっていう嘘を言って、うん でのび太は焚きつけたたっていいうのがもしかししから正しい意見なのかもしれないないるほど。それはどっかに描かれてたんですかね。わかんないけど、ただ一巻には違うんですよ。そんなこと書いてない。うん、なるほどね。うん。その、ジャイ子と結婚するよっていう忙しくんシ君の言葉自体が嘘で、本当はまあ静かちゃんと結婚するんだけど、そう,そうそうそう。のび太君のその感じ次第では、ううんうんうん。 もう、ちょっとぐらっと来てたってことかな。そうそうそう。<laughs> 未来でセワシ君の、その、ちょっと、ちょっと消えたりとか。あれっつなって、ちょっと伸びた、やばくなってんぞ、今、みたいな。<laughs> っていうので来たのかもしれない。っていうので来たってことあ、うん、それだったらまだね。まあ納得できる。ただね、<ー>そ,そ一家のね、あのー、こと、うん、それについて説明してて、セワシが。あのー、伸びたが案外頭良くって、聞くんですよ。うんうんうん あの、ジャイコと結婚するっていうのを変えちゃったら、君たち生まれないじゃないか、つって。えズバッとズバッと。え、伸びた頭いいなと思うじゃん。すぐそこ気がついた。そうそうそう。すげえんだよ、伸びた。案外。すげえじゃん。そう。でも、それのね、時の説明がすごくって。説明世話しの。ドラえもんが説明したのかな。あのー、君、あの、電車乗ったことあるって、新幹線とか。聞くんですよ。 で、東京駅に乗るでしょで、大阪駅に降りると。で、新幹線で行ったら、まあ、だいたい何時間 ?3 時間ぐらいうんうん。昔だったらもっとかかるか、5時間ぐらいとか。はい。かかるでしょと。うん。じゃ飛行機で行ったら、どれぐらいかかる飛行機だったらもっと早い。1時間とかで行っちゃうでしょ歩いて行ったら、何日もかかるよねつって。まあそうですね。うん、言うじゃん。で、だけど、東京駅と大阪駅ってのは、変わんないよね。 そういうことですって言ったの。<laughs> えすごくないこの理論。結果と、結果があれば、うん、行き先、あの、行き方を全部変えても、未来は変わらないんですって。うん、ええ <laughs> <や>その理論になると今度さ、うんうん、評価氷河氷河性が、あ、そうでしょな。ない、ね、ない。そうそうそう。そうそうそう。そうなのよ。氷河氷河性の嘘になっちゃうねよ、あれが。もう結果がだって<も>あ、あ、もうね、決まってるんだったらさ、 そうなの。一巻でそういう説明してて、あまりにもずさんな説明だなと思って、よく当時、その読んでた人間何にも思わなかったなと思って。すごいね。うん。それぐらい、あのもう漫画の設定って、あら荒くていいんだなって。うん。もうなんか何でもいいんだよね、もう。そう要は面白ければいいんだなって。うん。だって嘘なんだから、そもそも。タイムスリップなものが。うん。だから、ちょっと勇気をもらったっていう話を思い出しました。 あの事件ああの事件だいやーちょっとねっお久しぶりなんですけども、うん、はいはいはいねあの事件のコーナーでございますまあ皆さん青春時代にね、うん、なんかもう仲間内であの事件の話すると何回も笑っちゃうよねみたいな話があると思うんですけどその話を送ってくださいというコーナーでございます なんか来てますか今日も。はい。なんだろうね。なんかやっぱこういうね、ミニマムなことが、うんうん、すごいもう人生の醍醐味だと思うんですよね。うん、ほんとそう。うん、最近そういうのがやっぱ多い、多くなってきてる気がするね。世の中。あ、本当ですか。なんかいろんなところでね、見かける、うん、その身内というか、はいはいはい。自分自身しかわかんないようなことなんだけど、ね、みんなが共感するみたいな。確かにそうですね。うん で、まあ、こういう、でも、本当、小さなところが、やっぱりね、うん、面白いんですよね。そうなんだ、ね。その人にしか語れない話でもあるし。そう,そ,うそ,うそう、そうん、そう、そう。なんで、だかわかんないけどね、でも、やっぱ、あの事件大好きなんで。ねはい、はい。今日も読んでいきたいと思います。お願いします。ええー、お名前。大先生さん。大先生。うん。うん、自らを大先生。<laughs> 本当。すごいね。すごい,すごい自己肯定力が高い。 <laughs> 確かに、はい、ね、はい、えーうん、原宿さんおせっさんこんにちは,こんにちはいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございます中学生の時に起きた、うん、雪山の靴事件のお話をお送りします何山の靴雪山です雪山ねはい、はいはいえー、中学生の時卓球部に所属していた僕は電車で一駅ほど離れた中学校に部のメンバーと練習試合に行きました 確か季節は12月の中ほどでうん、うん、僕の地元は雪国なので歩道も車道も雪ががっつり積もっておりましたうーんなるほど練習試合を終え相手の中学校から最寄り駅へとみんなで歩いてるときのことですうん、うん、僕の部活には四六時中ずっと人をからかっているような性格の大島君と <laughs>、うん 謎のタイミングでめちゃくちゃ激光する性格の香山くんがいましたああいいね帰り道を歩いている途中 <laughs> 例によって大島くんが香山くんをからかい続けていたようでうん、うん、ついに香山くんが怒り出してしまいました、うん、あるねそういうことそこで香山くんが何をしたかというと履いていた靴を下駄占いのように勢いよく飛ばし、うん、大島くんに当てようとしたのです、うん、ああなるほど しかし靴は大島くんと全然違う方向に飛んでいき歩道の道端に積もっている雪山にサクッと刺さりましたそれによってちょっと場が和みまあ二人とも落ち着こうよという空気になりましたはい、はい、改めて駅に向かって歩き出し香山くんも雪山へ刺さった靴の元へ向かいと思いきや、うん、そのまま横を素通りしたのですえ、うん 誰もがえっという感じで香山くんの方を見ましたそうだね誰かがいや靴そこだよと指摘しますすると香山くんはこう言いましたあれは大島が取るんだ香山くんの中にはあの靴は大島が自分を怒らせたことで飛ばしてしまったものだからいい大島に拾う義務があるというロジックが組み上がっていたんです <laughs> はいはいはい そうこうしてる間にも加山くんは片足が靴下のままずんずん雪道を歩いていきますやめとけって、うん、しかし大島くんも大島くんでいやそんなん知らんしという感じでそのまま帰っていきますあー、うん、足が冷たいなあ加山くんがずっとつぶやいています僕らが「取りに行きなよ」と何度言っても加山くんの意思は固く結局靴の片方を雪山に残したまま 一同は駅へと到着してしまいましたかやまくんやばいない<の>現地解散となったので、うん、部のメンバーはそれぞれ違う線路線でキロに着き僕はかやまくんともう一人の部員と三人で同じ電車に乗りました乗ったんだ、うん、僕らは三人並んで電車の席に座りましたが一人だけ靴が片方ないという奇妙な状態です <laughs> それを機械な目で見つめていたのが僕らの目の前に座っている全身をクリスマスの衣装に包んだ外国人の家族でしたなんだよそいつら急に出てきたけど <laughs>、うん、僕はこの人たちに変な目で見られるって相当だなと思いました <laughs> <laughs> キートン山田みたいな感じだね今のね。<laughs> 後日か山まくんは親の車で靴を取りに行ったそうです <laughs> <laughs> 帰省して雪の降り積もった歩道を歩くたびこの事件を思い出しますああいいですねあーあーもう意地になっちゃってねうん。とも, <laughs> もうねセット取りに行きゃいいんだけど香山君も香山君んでやっぱからかわれたのがさ <laughs> <ん>イラついてるからもう後に引けなくなっちゃったんだろうねちょっとでも大島に申し訳ない気持ちさせようみたいな感じでねいやうんわかるけどね うん、まあまあ、それはでもちょっと、かやまくんの性格ちょっと危ういね。いや、でも悔しいじゃん、そんな。悔しいけどさ。言われっぱなしでさ。の、被害が全部自分に来ちゃってるんだよね。自分に来てるんだけど、<laughs> 俺が傷ついてるのはお前のせいだからなって、ダメージをやっぱ与えたいんですよ、ねうん。全然当たってないんだよね、<laughs> そのダメージね。<laughs> でもこれやっぱ引き返せるラインっていうのありましたからね。ああね、どこで 引き返せる。っていうか、俺は、他の友達が取ってやればよかったんじゃねえかなって、ちょっとう。みんな薄々思っただろうけど、あ、俺取りに行こうかなとかね。ああ思っただろうけど、やっぱもう進んじゃってるから。ちょっと意を消し、ああ消しじゃったのかなね。ちょっとこっからは無理だなっていう感じがもうなしちゃったです、ね、まさか。そうか。これはね、投資と同じですよね。<もう S 1> <laughs> 損切りラインを持ってしまうともうさ。<laughs> もうどうでもいいやって気持ちになっちゃうそうだね損、うん、切りライオンをどこに設定しとけばよかったんだろうなねはいじゃあ次行きましょうはい、えー、町蔵さん町蔵さんおはい、えー、原宿のお寿司さん、はい、あの事件のコーナーに投稿いたしますお願いします事事件件名は勇者サムズアップ事件ですお面白そううん 私が中学2年になったばかりの春の春ことです、うん、の春私が通っていた中学では毎年の学年始めの日午前中の始業式を終えた後午後に学校創立者の墓に参るという行事がありましたなんじゃそりゃやだな<れ>参りたくないの別に学校創立者どうでもいいだろ参ないからな 創立者の墓は学校の隣の隣の隣,の隣町くらい離れてるうめんどくせえ <laughs> N 町という場所にあるのですが行くな N 町に、うん、私立の中学ということもあり始業式解散後おのおの自由な方法で墓前に集合という形式でしたえー、自由でいいんだ自由なんだね先生の引率もありません、うん、へえ大体の生徒はバスを乗り継いで向かいますがうん、うん、家が墓に近い生徒は 帰宅してから徒歩で行くもよしうん、うん、親に頼れる生徒は車でも送ってもらうもよしうん、うん、お金持ちの子はタクシーをシェアして向かうもよしとにかく時間までに集合しろという指示ですほーなんかまあそれは面白いね、うん、うん。私が大半の生徒と同じくバスで N 町に向かうため友人たちとお昼マックでも食べてから行くかなどとぼんやり歩道を歩いていると、うん、車道を挟んで反対側を悠然と歩く一人の男子がいました ほう勇者でしたどういういこと勇勇者、うん、勇者とはもちろんあだ名です1年の時同じクラスだった男子で全く他人と喋らず友達もいるのかいないのか感情の読めないタイプの子いつもドラクエの攻略本を読んでいるため <laughs> 陽キャ集団からからかい半分でつけられた勇者というあだ名が浸透しておりなるほど 本人に話しかけることはないものの、うん、みんな勇者と呼んでいるやつでしたあ勇者もバスで墓に行くのかななどと思いながらぼんやり見ていると大きな通りの角に着きました、うん、すると勇者は手にしていたおそらく始業式後に教室で配られたプリントの裏をおもむろに車道に向けて広げました<う>そしてスッ<っ>と右手をサムズアップしたんです <laughs> まさか嘘だろ、うん、そう。勇者は、ヒッチハイクで、<laughs> <laughs> N 町まで行こうとしていた。アホすぎるだろ、勇者。すごい、こいつ。<laughs> 勇者じゃん。マジで勇者じゃん。<laughs> プリントの裏には、薄い薄い字で、N 町チて目的地が書かれています <laughs> でもさ、ヒッチハイクするタイミング間違ってるから、他にあるからね、それぞ 私と友人たちはあまりの勇者の発想力に勇者の名は伊達じゃない口々に言うしかありませんでした <laughs> すごいなその後創立者の箱の前では生徒の数が多すぎて勇者を探すこともかなわす仲がいいわけでもないので勇者がいたところで本当にヒッチハイクできたのか確かめることもできないまま行事は終了しましたそっか 以来、その時にいたメンバーと集まるたび、路上で親指を上げるノリが誕生してしまった、忘れられない出来事。<laughs> うわーすごい<ー>いい話。こういうことしちゃうか。<laughs> なんでしちゃうのよ、こういうこと。<laughs> あ、これ、でもしかしたら、うん、これ、あの頃かもね、サル、うん、岩石が流行った頃かもね。ああ、そういうことうん。 ユーラシア大陸が流行ってたから、そうそうやってみようみたいなことそうん。ああちょっともう個性、<laughs> 個性出しすぎや。だとしても、あの、<laughs> ヒッチハイクって、時間集合が決まってるものでやるもんじゃないよ。<laughs> そうですけど、ね、<laughs> <laughs> すごいな、勇者。いや、すごいね。勇者どうなったのか、マジで知りたいね、<ー>大人になって。この人、今、とんでもないことになってる。<laughs> ね <laughs> この行動力。<laughs> すごい。異端児ですよ、マジで。痛ん、痛んですよ。痛んです、マジしかもその大通りでさ、もう誰が見てるかもわかんないとこで、うん、もう堂々と<ー>、プ <laughs> リント上げて。とんでもない。起業してるわ、<laughs> こいつ、今。もうや。マジで起業してる。<laughs> すごいよ、マジ。誰に相談することもなくだもんね。ねすごすぎるね。やっぱ世の中って面白い人いっぱいいるんだね。ね 集団生活だとやっぱこういうやつをさ、下げすむノリがさ、生まれちゃうけど。そうなんだよね。これってでも本当にもう宝石ですからね、この作業。ほんそう。もう集団に重ねらないっていうさ。いや、マジで。そんなやつ発見したらもう、うん、絶対、あの、そいつの周辺でうろついた方がいいよね。うん、<laughs> いろんな面白いこと、情報を手に入れられるよ。 でも大人になるとこういう集団からさ離れた方がさすごいいいわけじゃん。そうだね。なんかこれがやっぱ不思議ですよね。確かに小中高とかって集団生活でやっぱり協調性みたいなものがさ一番問われるけど。 それが終わった瞬間単独行動のやつの方がいいみたいな感じになるとああいいってわけではないまあいいってわけじゃないんですけど確かにでもそういう人の方がこう出世したり、うんね、なんかね独立して独特の成功の仕方するじゃないですか、ね、そうだね、うん、だから大人になって思うのはあの本当結構結構って 言ってあげたいなって、そういう、変わり者に。その波平みたいな感じで。変わり者のやつも、すごいなんかチャンスあるなみたいな感じで。そうだね。接してあげたいやっぱり。それはほんとそうだね。いや、むしろなんか、そういう人見たら、むしろこっち側が、あの、劣等感を抱くというか、ちょっと憧れちゃうもんね、憧れるよね、やっぱりそういう中学生とかでそれやってたら。 うん、ちょっとすごいな君ってなるもんな <laughs> だからなんかねほんとその集団に入れなくてちょっとねうん、うん、失敗したみたいなことを思うかもしんないけどやっぱほんとへでもないんでねその小,中で小中高の集団みたいなやつってね,ね本当にあに一瞬で全員チリちぎになるんでほんとね <laughs> 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 こんなにちりぢりになると思わなかったよね。本当何の関係もないからね。まあ別に仲いい子たちはね,ね仲いい子たちであのずっと一緒にそういてほしいんですけどもちろんい,い,いいことですよ。うん、別にそこが人生を決めたりとか、ま、一切ないんでそうだねうん。なんかね一人の時間でいっぱいあった時間だからこそ、うん、できることもあるからねそう。もう本当になんかそこで失敗したとか思わないでほしいですね。 そう、そうです。勇者、みんな勇者に、習おう。そう。そう。本当勇者でいい、ほんとね。結構いいあだ名つけたよね。最初はいじりだったかもしれないけど。いや、本当今、本当に勇者になってる。多分、こういう人。じゃあ次が最後かな。はい。え、ヤバクラミナさん。ヤバクラ、ヤバクラ南はい。え、原宿のスイスさん、こんにちは。こんにちは。あの事件に投稿します。ありがとうございます。え、事件名は、 マッチョマンゴーはい、うん、私が高校生の時の話ですうん、うん、当時私の家ではダックスフンドを飼っていてうん、うん、名前はクッキーといいうん、うん、年齢は15歳という高齢犬でしたはい私が物心をつき始めた頃から飼い始めていたので私を含めて家族全員がクッキーを愛していました、うん、しかしクッキーも16歳なので次第に衰えていき 11月のある日家族に見守られながら息を引き取りました、うん、亡くなった翌日近くのペットの葬儀所に行き仮装をしてもらいに行きました、うん、スタッフの方にクッキーの鳴き殻とクッキーが使っていたおもちゃなどと一緒に引き渡しました手続きが終わった後最後のお別れの際小さなお部屋の中でお経を読み上げてもらいましたお経を聞きながら 目の前に横たわるクッキーを見ると本当に悲しくてたまりませんでした、うんね、一緒に来ていた兄も母も泣いていました、うん、ああ本当にお別れなんだな泣きながらそう思っていると何かが目の前に入ってきました、うん、外場です。部屋の正面の壁にはその葬儀所で供養されたペットの名前が書かれた外場が並べられていました外場あるんだね、ヘッドでも。う 何の気なしによその家のペットの名前が書かれた外場を見ると一、うん、つだけ異様な外場がありました「ほうマッチョマンゴー」<laughs> あそこで出て「カタカナでマッチョマンゴー」って書いてあったってことですねカタカナですねカタカナでマッチョマンゴー「ゴー」というのは犬や猫の名前を正式に示す時に、うん、名前の最後に使われる設備士らしいです 驚きのあまり涙が止まったのを覚えています <laughs> マッチョマン号って何 <laughs> マッチョマンっていう名前の犬がいて、うん、ここで弔われたってこと <laughs> そうじゃないのそうでしょなんでどういう犬種 <laughs> いや <laughs> 猫 <laughs>、まあ、確かにそうだね強そうな犬だったのかな逆にチワワだったりするのかあ,あるかも流れてくるお経をよそに 私の脳はマッチョマンゴーに支配されてしまいました。うんうん、隣に座る兄のすすり泣く声が聞こえてくるたびに、今はクッキーのことに集中しなきゃと思いましたが、すぐマッチョマンゴーのことを考えてしまいました。<laughs> そうしているうちにお経は読み上げ終わり、私たち家族は暗い雰囲気のまま帰宅しました。もちろん悲しい気持ちはありましたが、私の頭の隅にはマッチョマンゴーが小さく残っていました。<laughs> 今でも実家に帰ってきてクッキーの話題になるたび私だけがひっそりと思い出す,す <laughs> あ<ー>あそっか自分しか知らないんだすごいね<ー> <laughs> マッチョマンってつけたんでしょうねやっぱりそ,、ね、<laughs> そうだよねそうしかないよね <laughs> マッチョマンかいえどんなだろうこれ猫ではないと思うんだよな<ー>マッチョマンは<ー>、うん、やっぱりブルドッグとかそういう系の わかましい犬だったんですかね。いや、マッチョマンって犬に名前つけるおじさん、うん、めっちゃいいおじさんだと思うわ。<laughs> 確かに、いい人そう。いい人そうあ。ちょっとアロハシャツ着て、なぎは健一みたいです。<laughs> ああ、いいね、いいね。そうそうそう。そう<ー>マッチョマンっつって。すごいマッチョマン <laughs> <laughs> マ,マッチョだからマッチョマンだな、つって。めちゃくちゃいい人じゃん。めっちゃいい人。<laughs> いや、マッチョマンの飼い主もだから悲しかったと思うぞ、ね。悲しかっただろうね。こういう飼い主はもうワンワン泣く人ですから。そうだよ。非常に熱い人ですから。そうだね。こういうやっぱ悲しいっすよね、ペットのね。そりゃね、そうだよ。うちもだって今猫飼っててさ、そういう終わりの時とかやっぱ考えちゃうもん。ああ、やっぱね、そりゃそうでしょうね。俺、あの、ペット飼ったことない。 ああ、だから俺、だから絶すごいそう思うから、うん、なんかね、やっぱちょっと怖くて会えないみたいなのもあるよねや。やっぱ思っちゃうね。生きてる間からもう悲しいもん。<laughs> ねそれだけど、でもやっぱ、可愛いさが勝つから勝っている。ず可愛いんだけど、かわいいんだけど、これ、いつか終わりが来るって思いながら勝ってるからさ。 なんだ、すごいね、その、そういう感じなんだ、ペット飼ってる人って。今、こうやって、暖かくて柔らかい、なんかね、ふわふわしてるけど、もういつかカチカチになって。そっからこことまで考えてんの。こいつをやっぱ燃やさなきゃいけないんだって思った本当に、なんなんだろうって。命って。ね本当そうですよ。 本当に表裏一体ですよね。悲しみと喜びっていうのは。ねうん、子供、子育てもそうじゃない結構、うん、ちっちゃい子が成長していくのが嬉しくもあり、うん、悲しくもあるって。あ<う>んなの人間って。誰が作ったのこんな仕組み。<laughs> <laughs> これおかしいんだよね、ねこの仕組みね。何の仕組みなんだろう。間違ってますよって教え、教えたいですよね、作った人に。<laughs> 喜びだけじゃダメなんだよ、<laughs> 悲しみも入ってますよって。うん。おかしい、おかしい。<laughs> <laughs> <laughs> 騒ぎ立てた方がいいかもしれないね、これ。いやー、大変ですけども、そんな人生の合間にね、こういうこまごました事件、皆さんにも起こると思うんで、ね。<laughs> そうです。えー、あのー、ぜひ、怒ったら、このラジオにってください <laughs> だ、ね。そうですよ。昨日怒ったようなやつでもいいですからね。話でもいいんで。うん、はい。 ちょっとあのサーカスを見に行ってねあサーカスあの木下大サーカスを見に行ったんですけど木下大サーカスよく聞くね木下木下さんがやってんのかなあのねすごい見てねあこういうのいいなと思ったのが結構失敗してんのあそうなのサーカスって一回も失敗してないんじゃないのなんかねもちろん失敗できないみたいなゲームあるんだけどうんうん なんか見てたのがジャグリングの人が出てきて結構自分ができないぐらいのことをもややっていくんですなるほど難しいやつってことね難しいやつ、うん、できるかできないかわかんないぐらいのやつとかに結構果敢に挑戦していってなるほどで普通に失敗するんですよ <laughs> そうなんだ <laughs> あの惜しいとかでもなく <laughs> 全然できない <laughs> 全然失敗してる <laughs> <laughs> そういうもんなのサーカス全然失敗してんだけど でもなんか結構みんな温かいんですよねああ、うん、頑張れ頑張れみたいな感じで応援してそういうのもそういう含めての人なんだ<う>、うん、でやってる人もあのまあ今日は失敗だったけどねみたいな感じでなるほどね、うんうん、こういうこともあるよみたいなあじゃあいいじゃん <laughs> そ,それを含う失敗する可能性がかなりあるような芸なんだねなんか意外ともうそんなんでもいいのかなみたいなあそうだね、うん <laughs> まあ、もちろん中にはね さ猛獣使いとかもいるからそいつが失敗したらやっぱりやばいそれは怖いそいつは失敗しないでほしいんだけどうんか別にチャレンジしていくのが許されることだったら失敗とかでもいいなみたいなあ確かにそれはいい確かにそうだねだからんか一回全部失敗していくサーカスとかも見たいな見たくない あまあ失敗によるけどね確かに初心者初心者大サーカスああそれでもすごいいいかも <laughs> 初心者大サーカスあのー、<laughs> 名前もいいね初心者大サーカスー <laughs> 本当にできませんみたいな <laughs> <laughs> じゃハハあ,ある程度はできてくれさすがに 全部できてない, <laughs> いやそのさ失敗怖い教とかだったら見がいがあるけど<の>もう全部できてないって言われたら、うん、失敗すんの当然になっちゃったらやだけど、ね、当然みたいなサーカスもあっていいのか <laughs> あでもねそれ見て「頑張れ頑張れ!」とか言うのも結構面白いかもね。 その中にちょっとできちゃったりとかして、そうそれがわあできちゃったみたいな、<laughs> できたやつが一番、その時の盛り上がりすごいじゃない？すごいすごい失敗するんだろうなと思って見てたら、えできてないみたいな、<笑><笑>常連がねすごい<ー>今日よかったなっつって帰り道、すごいそのできちゃったみたいなさ<ー>盛り上がりとかもあるから、確かにもうできないよ、うん、そのベースに置いた時にちょっとしたことがすごい盛り上がるったらあるかもね。 まあでもサーカスね面白かった <laughs> はいじゃあ来週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたさよなら